勢いで来ちゃったけど流行んないよな、失恋で髪切るなんて。どうする、やっぱりやめとく？誰がやめるって言ったのよ。どうも。いいわ、やって。そうそうよね、もうそう来ると思ってた。それじゃ。ここ、もっとここ、もっとここ。切るならやっぱり耳出さなきゃね。いい？いいね。この瞬間、彼女の人生は二つに分かれました。今まで通りのロングヘアの彼女と、心機一転したショートヘアの彼女。今回はちょっと思考を変えてみましょう。切った場合、切らなかった場合の運命を交互に見ていくことにしましょう。それではまず切った方から。おしまい。やっぱり似合うと思ったのよね。ショートが似合う子ってめったにいないんだよ。私、頭の形には自信があったのよね。